東京臨海広域防災公園東京臨海広域防災公園は東京都江東区有明にある広域防災拠点及び公園である。園内に防災学習施設、ソナエリア東京がある。平常時には防災学習施設のある都市公園として災害発生時には首都圏広域の現地対策本部として機能する。 国土交通省と東京都が分担し、本部棟、ヘリポートを含む北側6.7ヘクタールを国営公園、南側6.5ヘクタールを都立公園として整備している。また、本部棟には内閣府が所管する防災拠点施設が設置されている。政府都市再生本部の都市再生プロジェクト第一次決定に基づき、東、大島、あず公園ともに、 東京湾林海部の機関的広域防災拠点として整備された。有明農家地区の担当機能は、応急復旧活動の指揮、災害医療の支援、広域支援部隊等のベースキャンプであり、緊急物資輸送の拠点となる東大城島地区と一体的に運用される。首都圏において、首都直下型地震など激甚な災害が発生した場合は、 官邸での内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部の設置に、続き、有明農家地区に内閣府副大臣を本部長とする緊急災害現地対策本部が設置され、ここから首都圏の広域防災の指揮が行われる。ただし、埋め立て地に立地市海岸からわずか数百メートルであるため、直下型地震により津波も発生した場合は一回。 オペレーションルームなどが機能不全となる恐れがある。建物全体が免震装置の上に建てられている。鉄筋コンクリート造り2階建て、延べ床面積約9500平方メートル。内閣府が所管する防災施設。災害時には国と八都県市合同の現地対策本部が置かれ、応急復旧活動の指揮を行う。オペレーションルーム被災情報の収集分析。 関係機関との連絡調整、航空管制などを行う施設。壁面に大型マルチビジョンが設置され、各機関の状況や防災ヘリからの航空映像などを表示する。ソナエリア東京の入館者は2階から見学することができる。本部会議室テレビ会議設備により、総理大臣官邸の緊急災害対策本部や都県庁と連携して迅速な意思決定を行う。 防災情報設備内各府が整備する中央防災無線網により総理大臣官邸、指定行政機関、各都道府県庁の防災機関と接続している。多重無線回線や衛星通信回路により災害時の信頼性が確保されている。本施設の通信鉄道は2010年時点で都心方向に系統を確保しており、今後さらに神奈川県、 千葉県方向の2系統拡充を予定している。1階に災害体験ゾーン、2階に防災学習ゾーンが配置されている。入管無料。東京直下72ハトは首都直下地震の発生から避難までの流れを体験するアトラクション型の学習施設。駅ビルのエレベーターで加工中にマグニチュード7.3の地震に遭遇した設定で、 薄暗い避難通路を経た後様々な危険と、隣り合わせの被災害を抜けていく。その際の留意点について、クイズ形式で学ぶ。映像ホールを放流型プロジェクターを設置。アニメ、東京マグニチュード8.0東京直下 72H を常設上映。防災ギャラリー防災用品や防災ゲームの展示。大型輸送用ヘリコプターが発着できる2.6。 ヘクタールの臨時ヘリポート、境界島の埋設されたヘリパッド、風光島、7基分の中期場を備える。地震災害に備えて液状化対策が実施されている。災害時には負傷者などを被災区域外に移送する広域医療運送や現地対策本部の人員、資材を輸送する拠点となる。災害時医療支援用地として整備されており、コンクリートブロック部は、 救急車両の通行が可能。災害時には、救助、医療活動の情報共有、トリアージ実施のための資材、設備提供など災害医療体制の支援が行われる。災害時には、広域支援部隊や災害ボランティアの活動、補給統制所となるベースキャンプ用地として使用される。AAB2010 年6月17日、関東地方整備局国時第273号。 都市公園の共用を開始する県、2010年6月17日、関東地方整備局告示第274号、都市公園に関する県、都市再生プロジェクト第1次決定。都市再生本部。2011年1月3日閲覧。東京湾臨海部機関的広域防災拠点。内閣府。2013年9月29日閲覧。八都県市、埼玉県。 東京都、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市1日で約3万円。シンゴジラに登場するオペレーションルームのレンタル料金、爆安な理由と条件を聞いたネトラボ。ありがとうございます。